チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は困った時の内藤先生。いやいやいや、私が困ってます。何困ってますか？私はいろいろ悩み相談があるんです。ええ、別に裁判所とか、あの警察とか、弁護士事務所とか、いろんなところで。一応そっち方向は困ってるんですよ。ああ、よかったよかった。はい、ということでですね、あの本日は私の本の3人のですね、はい、あの感想を内藤先生にお聞きしたいんですが、まあ、最初にとりあえずあの感想をお願いします。そうですね、まあ、はい、あのいつもの倉山節炸裂ということで、はい、もっと言ってください。いや、あの僕割とあの本って、うん、あの電子今でもあんまり好きじゃなくて、はい、真面目に読みたい本ってあの冊子で読むんですけど、はい、倉山さんの方があの冊子でもあの後チェックはするんですけど、とりあえず今回のあれでザーッとそのデータで送っていただいて、うん、あのスクロールで読むのが抵抗ない本ですよね、はい、でそのザーッと勢いでこうスーッと読める感じで、うん、あもう常にそうしてます、はい、で、はい、まあ、あのやっぱりその参議院一応そのなんていうのかな、戦後政治史とかってある程度頭に入ってるつもりだったんですけど、あ参議院から見るとこういう風に見えるのねっていうのが、うん、あの視点を変えるとっていうのがよく、例えば僕なんかでもあの彼ら そのとんでも国家の側から見ると世界はこう見えるよねっていうのと、はい、あのそれと同じで、うん、視点が変わると確かにこうだよねっていうのがで、なかなか、いいですね。でやっぱりあのスターが ところどころいるじゃないですか、はい、前半のその花は鶴平だし、鶴平先生、鶴平先生、松野鶴平、はい、うん、でその後やっぱり青木さんの凄みだとか、はい、で小沢一郎なんでバカだってこんなにバカだったか、そうとは言ってませんよ。私はそうは書いてますよ、というところですよね。だからまあ、そういったことを含めてですね、非常に面白い本なんですが、ただ非常に僕はあの最初のところで印象的だったのは、はい、参議院研究がほとんどない、はい、まあ、もちろん個別のね、うん、例えば議員研究だったり、うん、なんと第何回の議会について、なんとか事件に関する事件があるにしても、竹中先生しかないん、そう、それがね僕すごい意外だったんですよ。だって例えば普通だったらそういうね、まあいわゆる学者の人たちっていうのは通史を嫌がるっていうのは、うん、まあそれは業績に要するに認められにくいからあったとしても、大家がやるじゃないですか。そう、でも大家がやる、若造が書くなって、いやだ、もう現役の絶頂期過ぎた人が通史書くからつまんなくなる、うん、で少なくともでもほら、例えば中古新書なり、うん、なんとか新書なりで参議院って本があっても、それだけ今までのね個別の蓄積があればあっても良さそうなのに、中高さんお待ちしてますよ、オファーないっすよ。でも今も公文社で出しちゃってるじゃないですか。いや、でも逆に変な話、うん、公文社新書で参議院っていうタイトルじゃないですか、はい、で当然、例えばそれこそ岩波だったり、うん、中高だったり高台社芸大新書だったり老舗のところで、うん、そういうタイトルの本があるだろうと思ってたんですよ、はい、当然、うん、少なくとも大家がまとめてある程度、うん、でもないっていうのがこれがだから非常にその新鮮な驚きでした、ね、うん、ちょっとここは竹中さんを褒めるあのターンでいった方がいいのかなっていう、あ、はい、うん、やっぱりあの、まあ、竹中さんはその年はそんなにいってないんですけど、うん、大御所は大御所じゃないですか、ええ、だから書けたっていうのと うん、でしかも年齢いってないからまだあの実力があるうちに書けたみたいな感じで、うんうんうん、まあ、まだあの書いた時は大御所ではないですかね、まあ、2010年で、うん、あもう13年前の本だ、あしまった、若い時に書いてた。今自分で言ってて気づいた。いやでもね、例えば、まあ、高野先生はあの、まあ、例外的な、ね、存在だった、うん、やっぱりあのバックに財務省がついてるからですね。いや学会でそれはあんまり通じないですけどね実は、うん、で竹中先生まともな学生ですからね、増税、うん、まあ、財務省だけ増税行ったりしますけど、まあ、あのでも彼にしてもね、あの、まあ、彼は例外として本当にだから、うん、で例えばその参議院っていうものが本当に関心を持たれなさすぎたと、そう だから逆に言うとその参議院にあの目をつけてそこを握ったやつが政治的な実力者になるというのを、それを裏返してあるにしても、うん、あのだって例えばあのかつての細川政権の時の政治改革って参議院全然出てこないんですよね、うん、そうなんですよ、だから衆議院で全部決まってるという勘違いしてた小沢さんがやったんだ、あなた、そうなんですよ、であれ言われてみれば確かにそうだよねなんですけど、言われるまでみんなその抜け落ちてる、いやだから衆議院の小選挙区制悪玉野郎言ってるくせに参議院改革全く手続かずみたいな、そうなんです、だから小選挙区制悪玉野郎に言うやつが参議院まだ中選挙区制のままなのに素晴らしいって言ってないってどういうこと、うん、そうだからね、山太郎さん通ってますよ、結局そうなんですよね、いやだから大選挙区制、うん、大選挙区短期非異常式通称中選挙区制だから同じ選挙区で蓮舫さんとか山本太郎さんとか山添さんとか、ね、あ山口那須さんもね表裏で通ってますね。素晴らしい面々が通れるわけですよね。いやだから保守の皆さんで小選挙区制悪玉論言う人がそういう多様性がある社会素晴らしい、あ蓮舫さん忘れてはいけない。
いやだからね、当選する人が多くなれば多くなるほど、うん、なのに一人しか選べないっていうのはそういう鍵括弧多様性をもたらしちゃう、うん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 、ですよね。だからそのなんでそこまで参議院っていうのはあのいやだってさそれは例えばねみんな素人が気が付かないと思うけど、うん、だって普通やってればプロがいつか気が付くでしょっていう。それはですね多分政治学者の大半が吉田学校士官だからじゃないですか。まあ、小説吉田学校ってことあるごとに私が出土の句の悪書だと紹介してる本を見るとあの自民党総裁選と衆議院選挙だけ全てが決まるんです。衆議院で全部自民党が勝つんだからその自民党の総裁選はあの制したものが総理大臣になるからそれが権力の全てだみたいな描き方してるじゃないですか。で吉田学校って総裁選の歴史じゃないですか、まあ、最初吉田茂が出てくる時に自民党ないですけどね、なのにそうなっていて結局あの吉田茂の時代も本当は大事なの参議院全然出てこないっていう話なんで結局あのたまにあの40日構想みたいな、まあ、たまに ねありますけど結局衆議院で全て決めれる自民党総裁選挙が日本の政治の全てだという幻想を戸川勇は分かっててマッチしました。まあ、それもありますよ。あれですよね、やっぱり増見先生 の、うん、あのやっぱり政治史の本があれのやっぱりインパクトが増見先生は参議院それなりに重視してますよね。いや重視してますけどだあれのその何、うん、あれの一般化したのがその戸川勇じゃないですか。まあ、っていうか、まあ、吉田学校を真面目にやったら増見先生になる。そう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 、うん、だからなんていうのかなあれ参議院そこそこ書いてあるはずなんだけどなんかみんなやっぱりそこスルーしちゃって多分話が、うん、あの血湧き肉踊る物語って言ったらやっぱ衆議院のイメージがあるんですかね。うん、だから結局昭和ってカーボンコピーじゃないですか、うん、はいはい、で平成になって急にねじれ国会になって重要性増すじゃないですか、はい、だから昭和はあんまり取り上げにくい。あ、そういえばだってそういう意味で言うと増見先生だって大平がなくなったところで終わってますからね、うん、そうそうそう、うん、そういう意味では取り上げても確かに地味だわ。はい、なんですね。結局そのあんまり重要性をいやその冒頭に私の大学院の入試問題出しとったじゃないですか、はい、だから歴史学は絶対言えないし政治学か歴史学引きずられてた時代なんですよ。なるほどね。はい、うん、だからあのたまたま参議院はカーボンコピーだけど、うん、それたまたま絶対自民党が全部の選挙に勝つから言えるだけであって、うん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 、理論上自民党が参議院選挙で負けるということはあるからそんなことをね過去の事例が 100% そうだからといって言えないってことは歴史学ではダメだけれども政治学で言えるはずなのに、うんうん、政治学者までが歴史学者つまり現実に起きてた参議院は衆議院のカーボンコピーであるという事実にしか立脚しなくて理論を忘れていたと、うんうん、普通違いって理論に暴走して事実を忘れるじゃないですか、はいはいはい、ところが逆にあのこっちの場合は珍しくて事実にこだわりすぎて理論を忘れちゃったっていうエアポケットみたいな状況だったんで参議院研究をできなかったと。できなかったというかやらなかったんですね。いや、まあ、エアポケットってその盲点になってた思考の盲点です。思考の盲点ですよね。だからって言葉を使わないでこんだけうまくいってますいやだってそのほらあの変な話これはタブーだからやらないという問題じゃないじゃないですか。ですよ、ね、そうだからそれが本当に抜け落ちたんですよ、うん、ね台本ではね政治学者はバカだっていう言葉を使わないでどういうふうに言おうかとか、ね、ひどいこと言ってメモ帳を見るとですね政治学者が政治を分かってた人がひどいことが、まあ、だからあれですよね。やっぱり本当にやっぱり文献ね、うん、追っちゃうとなかなかやっぱりその辺の監督は見づらいっていう、うん、でも竹中先生って本当に吉田茂の時代から松野鶴平の重要性分かってたっていう、うん、いやだって衆議院だけと自民党総裁選だけ見てても7票差で負けてた岸信介が次の総裁選で圧勝して一応ダブルスコアで勝ってるわけですよね、ええ、どっから票来たんだって参議院から来たって当たり前の事実に気づくわけなんですけどね、うんうんうん、いやだからねやっぱりこういう物語を書けるっていうのは、うん、あのこれ読んでてまあそれは著者が一緒だから当たり前なんだけど僕ね桂太郎を読んだ時の、うん、あのやっぱりこの当時のその内閣の、うん、その頭下げて小突き回されっていうあれですよね、うん、要するにあの感覚で見てないとやっぱり反発の時代の政治っていうのが朝鮮主義強くって、うん、議会なんてっていうことでは実際なくってということを理解してるからその流れで、うん、たかだか100年ぐらいでその人間の本質なんて変わるもんじゃないですから、まあ、そうすると憲法ほとんど変わってないですからね、うん、実はそこの部分そう民政、まあ、そこの部分についてはね。でそうすると、うん、その戦後の人間もやっぱりそういうふうに動いてたんだっていうふうにやっぱりその辺のねやっぱり歴史観というかね、うん、基本的なその俯瞰してる見る目というのがやっぱり楽しめるもんだと、うん、これ言うと意外に思われて私当たり前だと思ってたんですけど拒否権で見る人っていないんですね。あみんなねリーダーシップとか、まあ、指導力とか、まあ、そういうものを見ちゃうんですよね、ええええええ、
で、この中のやっぱり一つの名言としては、あの拒否権っていうのは、うん、要するにやりたいことがない人間は強いと、うん、拒否権で見る人がいなかったってね、この中のこの本の名言でね、これ一つでもやっぱりお金出してる価値あると思うの。ありがとうございます。 やりたいことがないやつ強いんですよ。私言語明瞭意味いやね、竹下登のモノマネ、いや分かります分かります、いや誰も分かんないんで、似てる似てない関係ない。分かんないですかね。ちなみに、うん、あのとあるところでなんか縁談があったんで、思わず皆さんこんにちはってね、延々5分ぐらい小泉純一郎の真似でやってたら、うん、最近の若い人小泉といえば進次郎なんですよ。だからそういう喋り方の人と勘違いされちゃって、お互い年取りましたね。取りましたよ。だって小泉さん2006年総理大臣辞めてるから、うん、17歳の子は知らないんですよ。あ、そうか。じゃあ大学生は記憶ない。そうか、大学4年生でも3歳の時ですもん、ね、うん、そうそうそう、記憶ない。ぼんやりとなんかそういえばぐらいな感じか。歴史として知ってるみたいな。もうソ連どころか小泉純一郎も知らないみたいな。オウム真理教知らないっていう、まあ、そういうね、その時事放題みたいなちょうどね、まあ、それで竹下戻っていいですかどうぞ。いやだから結局安倍さんも岸田さんも竹下はプロトタイプにしてる節があって、うん、結局やりたいことがない方が長く権力握れるんだみたいな。まあそれ言ったらね、実像ともかく昔佐藤栄作がそう言われたじゃないですか、はい、佐藤無策って言われて、あの人は鉄道省だからレールの上に乗っかってるだけで総理大臣になってレールからはみ出さないから長くやれたんだっていうことを、僕らの頃大人たちはそういう悪口言ってましたから、うん、佐藤さん、それはかわいそうなのはね、沖縄取り返すことにいやだから沖縄取り返した佐藤さんでさ、そう言われたわけですよ当時は、うん、池田勇人も言われてましたからね、うん、そういう意味で、まあ、理解しがたいすごい人だったってありますよね。まあね、だから、うん、いや実際にその安倍さんと岸田さんってそう決まったレールの上でこなすのが偉いみたいな、うん、その行政官の発想ですよね。そうですね。で下手にやりたいことをね突っ走った菅さんは短命で終わるみたいな、この文化があかんですよね。逆にそれこそこれも書いてありましたけど、あの安倍さんも1期目は割とやりたいこと突っ走っちゃったけど、だから短命に終わったわけだし、で、あとこれが本当不思議なのは、この中で出てきたのは安倍さんと青木さんがね、関係が悪かったって、はい、これがねやっぱ悪かったというのは伝わってきても、事実ですかね。でもなんで名乗ったらよくわかんないですよ。そうそう、だから歴史でもこの人がこの人を嫌っていた、とことん嫌っていたっていう事実は誰でも知ってるんだけど、なぜそこまで嫌ってたかわかんないっていうこと多いですよ。ですよね。西園寺金持ちはなぜあそこまで平沼貴一郎嫌ってたかって、もっと嫌いになるやついるだろうみたいなでも平沼貴一郎もなんか好かれる人とは思いますけどね意外と誤解まみれの人で、最近すごいこんな分厚い研究、ね、いやそれだから話してみればいい人なんだけど、やっぱりあの風貌がちょっと、ね、全然いい、まともなだけでいい人だよねいやいや、まともじゃない人が多すぎるから、ね、まともっていうだけで十分合格生クリアするじゃないですか。いやだから結局新英米派と国粋右翼が一緒になって和平工作やってるってわけが分かんない、昭和20年の地獄絵図みたいなというところで、はい、なんかインテリ時事放題みたいになってきましたが、なんか2話目よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。